球場沸いてます。背番号7番の根尾が甲子園のマウンドで1点ビハインドの場面で、登板します。根尾が野手で入って投手に回ってというのは岡田さんはどうご覧になってるんですか。いやいや、それはびっくりしたですよ、うん、ね、びっくりしてその次に面白いじゃないかなのかどういう反応になるんでしょう。いや、他バッターでやらせたいですよね。その心は。いや、だからこれ二刀流でもするんだったらいいけど。あ、なるほど。やっぱりもう中継ぎでしょ、うん、まあ、でも将来的にはこのままじゃ終わらないですよね。そりゃやっぱりピッチャーじゃ僕はしんどいと思いますけどね、うん、あ、そういう見方なんですね。だからこういう使い方しかないと、中継ぎでね、それはやっぱりドラフト1位で強豪で入ってるわけですから、この位置じゃね、みんなが納得しませんよね、球団もファンも。まあ、想像するにピッチャーに戻したというか、ピッチャー登録するなら来年はね、違う使い方そうじゃないとですよね。背番号も変えなあかんわね、ピッチャーやったら。あ、そうなりますか。そうなるね、糸原に第1球を投げました。外高め、ボール、ワンボールのストライク。153キロでも平均出すんですね。先ほどのアルカンタラと一緒ですよ。8試合に登板して 2.70。 第2球を投げました。ストライク150キロ。でストライクも通してきます。ワンボール、ワンストライク。まっすぐとスライダーでしょ、ほとんどね。だからもう一つ、いりますか。2つ先発ならば球種はいります。第3球を投げました。ストライク、132キロの変化球。ワンボール、ツーストライク。今のがスライダーですかね。これで次打席立たせたいの、8回の表ね。まあ見たいですけどね。第4球を投げました。押しました。高いバウンド、サードゴロ、サードライン際、ボールを取りました。一塁にクイックスロー、アウト、ワンアウト。それはファンとしては見たいんですけど、現場は難しいものなんですか。いや、どうするんだろう、ね、世の流れはそれでもね、大谷翔平しかりで、ネオのポテンシャルからするともう、まあ、ヘルメットとか持ってきてないんちゃう、バットも。岡田さんならば二刀流行かせますか。いや、行かせない。僕はやっぱりバッターですよ。そもそもがバッター。バッターは、バッター1本でも、バッターで目が出なかったんですよ。なんで出ないんやろね。でショートでも守らせてもらえなかったんですよ。山本に第1球を投げました。外、ボール、ワンボールのストライク。で外野行ってましたもんね。そこにこうネオの中日の憂鬱を感じずにはいられませんでした。まあ、正直我々も高校野球ずっと担当してますんで、ファンですから。第2球を投げました。高め、ボール、2ボールのストライクです。そう、ショートでも、まあ、あんた人工芝だったらね、もう守れると思うけどな、で強打の牙城が高くて2ボールのストライク。第3球を投げました。ボール、3ボールのストライクで、強打の牙城が今年崩れたんですが、それでも次のチョイスがネオじゃなかったんですよ。でも1回ショートまた戻り言うたですよね。でも試合では外野で出てましたもんね。第6球を投げました。押しました。詰まった当たりがセカンド後方、ショーフライ。セカンドボールを取りました。アウト、2アウト。3ボールノーストライクからね、岡田さん、こうやってねじ伏せますよ。本人は納得でピッチやってるのかな。それはね、本人が納得でピッチやってたらもう打つ方によっぽど自信なくしてんだろうね、打てながらね。そうか。打席に北条です。根尾が第1球を投げました。変化球、ボール、ワンボールのストライク。まあ、それを本音はどうなのかを打ち明けることはまずないとは思いますけれども ね。根尾が第4球を投げました。押しました。セカンドライナー、ワンバンドしてボールを取りました。そしてくるっと1回転、一塁送りまして送球それて、タッチはアウトで3アウトとなりました。根尾三者凡退で、7回の阪神の攻撃を退けました。7回終了の甲子園球場、2対1、阪神が中日をリードしています。雇用は空いています。ただ岡田さん、この湯浅がオールスター出場も決めましてね、世界が変わりました。あ、やっぱり根尾に変えて代打ということになりました。根尾ベンチの中、唇をぷーっとほっぺたを膨らませて、眉間にシワを寄せていましたが、もしかしたら今の表情を読み取るに、岡田さん、あ、打席にも立ちてえなーなんでしょうかね。どうなんでしょう、違いますか。いやいや、あれははい、ここで逆転してくれたら勝ち投手やのになっていう顔で、プロ初勝利ですもんね。
そうでしょ、まだ勝ってないでしょ、うん、そうです、勝ち負けありません、ネオです。そこまで逆転してくれたら勝ち投手でプロ初勝利やなと思って。第3球を投げました。ボール、2ボール、1ストライク。